お、ギデオンじゃないですか。ということでドクター君やっていこうかなと思います。でね、今回はまあ、ちょっとテクイ構成にしました。まあ実はリクエスト構成なんですけど、マインドブレーカーと迫害を使ってください。いや、またちょっとテクイの来たなーっていうことで、ちょっとどうしようかなーって思って、まあ、サポートでイタチとズサン持ってきました。これ倒さない。オッケー。さあ、これはジェイクさんいきますか。で、アドオンなんですけど、まあ、鎮静とクイーンにしました。まあ、ここもね、一応普段使わんような構成にしてみました。これ遅いね。さあ、これダウン取れるか。あ、ちょっと、あ、すごいすごいすごい。すごいクルクルパーコ。で、これ今叫んでんの、おそらくクイーンの効果ですね。で、クイーンの効果、貼っとこうかなと思います。まあ、要はその、静電気を帯びてる状態で、他の生存者と、出会っちゃうと、ビリビリーってなっちゃうっていう効果ですね。今結構ざっくり説明してるんで、まあ、効果しっかり知りたい方は、テロップで確認くださいということで、あ、ここ二人いますね。あ、仲間はしょったんか。だから僕今回イタチがあるんでね、しっかりイタチを、蹴り込みたいと思います。さあ、放電爆破、打ち込んで、今回ね、まあ、鎮静持ってきてるんで、放電爆破いつもよりもね、クールタイム早くなってますので、おっと、倒せへんのか。やるね、ネアちゃん。さあ、ただ、ギデオンですよ。いや、ギデオンドクターはね、まあ、僕がデッドバイ初めて、一番最初に当たった、キラー。しかもドクターやった。何してんの？僕ね、最初サバイバーから始めたんですけど、まあ、チラチラ、チラチラ、まあ、チラホラ配信でも言ってるんですけど、まあ、実はね、一番最初に対戦したのが、ギデオンの爆音ドクターやったんですね。で、メメントモリされるっていうね。いやー、ほろ苦が思い出です。よし。さあ。で、まあ、迫害マインドブレーカー持ってきてるんで、まあ、どういう風に活かしたらいいんやろうな。ちょっと僕もイメージつかないんですけど、まあ、リクエストで結構強いよっていうコメントあったんで、まあ、使ってみてます。さあ。まあこれイタチ蹴り込みたいですね。オッケー。さあ、ジェイク行きましょうか。まあマインドブレーカーあるんでね、これは食えるかな。オッケー。で、ちなみにドクター君なんですけど、僕が最近出した初心者におすすめしたいキラーランキングですね。で、堂々の1位に輝いたキラーでございます。あのね、めちゃくちゃバランスがいい。ほんまに、だってこうやってね、まあ楽しく実況しながらでもね、このぐらいのパフォーマンス発揮できるんで、めちゃくちゃ強いんですよね。ほんまにバランスがいい。 OK。 まあこれ狂気度上がってるんで、多分クイーンですね。さあ行きましょうか。で、クイーンね、一発、まあちょっと専門的なところに入るんですけど、クイーン一回発動すると、まあ、電撃のショック療法一回食らった分になるんで、まあ、0.5 で覚えてもらったら大丈夫です。3人やると狂気度マックスですね。さあ、これはどっちに行く。ネアチン、ネアチン、ネアチン、まずいんじゃない。ネアチン、ネアチン、ネア、あ、誰誰、どなた、どうも。まあ、殴れたね。まあこれ倒させて飛ばさないというお手本通りの電撃ですね。まあやっぱりね、ドクター君の電撃ってすごいね、種類あるんでね、まあ種類、まあ電撃の種類は1種類なんですけど、まあ、どういう風に使うかっていうところに種類があるんでね、まあ、さっきのはあえて板を倒させて板を再度乗り越えさせないという電撃ですね。よし。で、あんまりもう情報量多すぎて説明はちょっと、あい、やめて。ほい。今のね、あえてね、こっち殴りました。あ、こっちじゃないね。あえて女の子の方殴ったんですけど。ほい。ちょっとゲーム展開余裕ありすぎてて、放電爆破全然使ってないですね。撃っときましょうか。はい。で、おじちゃん釣りましょうか。で、あ、そうそうそう。さっき話そうと思って、ちょっと言えなかったんですけど、ギデオンと多分マインドブレーカーめちゃめちゃ相性いいですね。
でね、今回ちょっとね、いやらしい構成してみたくて、ずさんにしました。まあ、ここ監視でもよかったかなって思うんやけど、うん、多分ね、ずさんの方が生存者嫌がると思う。倒すかな？で、今さっきみたいに、撃った電撃がサバイバーに届くまでの時間って結構ディレイがあるんで、その間にサバイバーは板を倒すことが可能です。まあこれもね、まあ数値で言うより、まあ 2.5 秒やったかな、まあ、数値で言うよりはね、実際プレイしてもらって、あ、初心者の方ね、実際プレイしてもらって掴む方がね、まあよりね、ドクターを使いこなせるようになると思うんで、ぜひね、使ってください。いや、これ、鎮静入ってるからめちゃめちゃ、あれやね。放電爆破のクールダウンが早いね。よし。まあ、ギデオンを指定したわけじゃないんですが、多分このマップに対してマインドブレーカーめちゃめちゃ強いですね。いやー、もうこれはサバイバーどうしようもないんじゃないかな。まあ、二人の狂気が上がった瞬間にこれゲームエンドですね。さあ、上来ましたね。でね、あ、そう、これ一つワンポイントなんですけど、まあ、僕こうやって喋ってるじゃないですか。で、ギデオンね、さっきちょっと声聞こえたかな？しっかり音聞いてもらったら、僕今下におったんですけど、今ドクターの幻影とサバイバー見間違えました。僕今下におったんですけど、サバイバーの足音めちゃめちゃ聞こえるんでね、まあ、ここはしっかり聞いてもろってやってもらうのがいいですね。はい。いや、もうさっきからもうちょっとゲップが出そうでね、困ってます。さあ、ここ釣りましょうか。で、イタッシュを蹴り込むと。うん。やっぱり放電爆破のクールタイムめっちゃ早いな。で、また、次の。すいません、めちゃめちゃむせました。で、放電爆破を撃っていくと。いやー、強い！めちゃめちゃ強い。安定感すごい。この下かな？この下っぽいね。さあ、どこだ？いましたね。ニアちゃん！倒すか？オッケー。ちょっと面白いことしようか、じゃあ。あ、これさすがに無理かな？あ、これ無理やね。さすがに無理。さあ、こっち行ったね。まあ、今のちょっと無理なんでね、やらない方がいいです。音聞こうか。これ出会うよ。はい！いや、強いなぁ。ドクちゃんめちゃめちゃ強い。ネアちゃん終わりかな？オッケー。これ僕がもう少しうまくやってたら発電機貫封できたかもですね。まぁ、ちょっと悔しいな、これは。さあ、まぁ、イタチ、迫害、マインドブレーカー、ズサニック、全部このパーク効いてますよ、この試合。さあ、ぶち抜きますか。OK。まあ、これ、ハイズリ取って、狂気度全部どっちも上げたら、GG ですね。OK。あ、まあ、失敗もんです。まあ、絶対当たったか。なんで？なんで今の？今当たってたやんか。いや、今のちょっと僕がボンでしたね。うわ、その先倒し結構効くわ。はい、これが前に言ったやつですね。板乗り越えさせない。これはシンプルに乗り越えさせないですね。で、ドクターの時はああやってね、板前で待つに結構リスクあるんで、やらない方がいいです。どこだ、今のあれか、這いずりか。さあ、もうこうなったらめちゃめちゃ楽しい。ああららららら、らはい、ということでごちそうさまでしたということで。いや、ちょっと強すぎるかな。これ、めちゃめちゃ早く試合終わってないか大丈夫かな。はい。ということで、今回は、視聴者の人からリクエストいただきました。マインドブレーカー迫害ですね。まあ、ちょっと僕なりに考えて、それつかめたらこの構成かなということで組んできたんですが、いかがでしょうか。ぜひね、使ってみてください。あれ、どこ行ったこれ。あれ？あれ？どこ行った？こっち？いや、下やな。下やな。まずいな。あ、もう何してるん？
待て待て、下あるやん。ハッチ。やばい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 。行かれる行かれる行かれる。はぁ？すいません。あまりの自分の凡さに、気絶してました。ということで、生存者の方、対戦ありがとうございました。いやー、ちょっと凡でしたね。で、サバイバーの方の、パークはこんな感じということで。そう、最後ね、ちょっとお話できなかったんですが、まあ、今回、マインドブレーカー、迫害の、まあ、二つを使ってみてほしいということで、まあ、リクエストいただいて使ったんですが、まあ、ドクターで使うんやったら、ちょっと個人的にはこの構成、めちゃくちゃおすすめしたいですね。まあ、マインドブレーカーは、まあ、たまたまね、ちょっとギデオンやったから刺さったっていう感じはあるんですけども、まあ、やっぱり迫害使うんであれば、イタチを持っていってほしい。はい。で、あと、監視でもよかったんですけど、まあ、とにかくね、まあ、遅延を入れたいということで、ずさんな肉屋に僕はしました。で、久しぶりにクイーンとチンセ使ったんですけど、めちゃめちゃ強かったですね。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。お疲れ様でした。バイバイ。